草すげカレックスルガタオビは小型のすげ属植物。青すげなどに似ているが果実の中央がくびれているという特徴がある。和名は草すがの胃で全体が柔らかいことによる。小型の多年生草本。小さな株を作り、補福枝を出すが長くは伸ばさない。そのため小さく広がった集団を作る。草丈は10から40センチメートル。葉は幅2から4ミリメートル。 長さは、家系とほぼ同じくらいあって、柔らかい。家系はマイナス6月。家系は斜めに立って、先端の部分に間隔をあけてこぼをつける。いただきこぼは、優勢、線形で短い柄があり、0.5から0.8センチメートル。側こぼは2から3個あって、姿勢、短い柄があって、単円中継、緑色。家系の都は短い鞘と養心がある。 小花なりは、泡褐色で短いのぎがある。目花なりは、下方よりやや短く、短いのぎがあって、泡褐色。下方は、長さ2.5から3ミリメートル、幅0.7から0.9ミリメートル。平滑で卵型だが、ほぼ中央で周囲から絞ったような形で一周するくぼみがある。断面はほぼ三角。先端は急に狭まって、 短いくちばしがあり、口はくぼむかに小葉がある。果実は下方に密に包まれ、長さにから2.5ミ、mm、リメートル、楕円型で、やはり中央にくぼみがある。先端には、中等の基部に小さな盤状の付属物があり、中等は3つに裂ける。なお、この種には、お芝標本など、乾燥させると全体が黒くなるという特徴がある。ただし、 乾燥する時の条件によってそうならない場合もある。北海道、本州、四国、九州に分布し、国外では中国から知られる。日本では全国に広く見られ、山道沿いや森林下のやや湿ったところに生育する。ただし北海道には少ない。外見的には、青ゲ類によく似ている。北福枝があるのが一つの違いだが、青菅類にも、 ほふ枝を持つものがある。乾燥すると黒くなる点も異なるが、必ずしも信頼性はない。オスコボの形や、花宝の特徴などを見れば区別できる。特に花宝と果実の中央がくびれる点は、良い区別点になる。マキの P794 以下、種として、星のほか、P350 さたけほか、P160。ありがとうございます。